Yes! というわけで今聞いてもらったのがアクロ RGT をフィーチャリング鋼田テフロンサルそして KW シャインでした、yeah. この時間はアクロとサルでお届け中 The Real Music Station Inter FM OYWM Radio そしてスペシャルゲストにさっきの曲でも、バスキックしてくれている KW シャインさん来てくれています yeah, 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 yeah. ドドドドキその当時はやばいっすねやべえまあでもそうさっきもいろいろ話してたんですけど、まあ、陰踏むとか踏まないとか、はいはいはい、でそういう話もあるんですけど、はいはい、まああのやっぱ KW さんといえば陰が硬いみたいな、はい、でなおかつなんか客陰っていうなんか陰の踏み方を発案した人だみたいなので、うん、例えばその紹介されることとかありますよね、うんうんまあ、客陰って多分言葉があった自体誰かが先にはやってたんだと思うし例えばセブンイレブンいい気分とか秀樹感激とか、うん、あとまあのらりくらりとか破れかぶれとかさそういうの一応多分そういう韻の踏み方日本語にはあったんだけどもともと文章とかこう文節の途中途中で韻を踏むっていうことをすると多分日本語の文法が崩れちゃうじゃない、はい、だからそれは多分日本語としてあんまりこう当てはまらなかったんだと思うのねそれまでは、はいはいはい、でもまあ俺英語でアメリカでそのラップ聞いてる間に向こうのラッパーがそのラップするって言わずに、はい、ライムするっていうのね、はい、俺はライムしてんだよねってその、うん、I rhyme I rhyme みたいなそうだからあそっかもうじゃあやっぱ韻踏んでそこでみんな競い合ってんだなって思って、はい、でその当時の日本語ラップいくつか聞いた時にそこであんま競い合ってる感じはしなかったんで、はいはい、じゃあちょっとそういうも言葉遊びをいっぱい入れて韻を踏みまくるラップを作ってみようと思ってやったのが最初かな、それってどん何年ぐらいの話ですか89年とか90年ぐらい90年ぐらいかな90年かすげえな1990年その時はじゃあもう全然他の人たちはそんなにこうインフンでる感じラップっていうジャンルインフムジャンルって感じじゃなかったってことですかまあなんていうの語尾でああとかがとかなんとかわなんとかだみたいなさそういうのはあって、はいはい、でそれはちょっとその俺はなんか怠けてるなって感じててでそこをやっぱその単語単語で、はい、語尾じゃなくその語句を使って3文字4文字とかまあ、多いのはねでも最初2文字とか、はい、そのぐらいでもいいなと思ったし、うん、それこそ、はい、あの漢字の音読みで言うなんか十とか中とかさ、はいはいはい、九とかさ、はい、そんなんでもいいなみたいな、はい、なるほどす、ね、音で言うと一つじゃんそうですねそういうのをなんかこう自分でいっぱい書いてるうちに、はい、なんかできたできたと思って人に聞かせ始めたのが最初かななるほどでもその時もね後から俺がちょっといろいろこうディグって分かったことは、はい、ユーザロックとクレイジー A は、はいはい、結構熟語で韻を踏もうとしてたんだけど、はい、なんかその、ま、全体のリリック全体のバランスはどうしてもこう偏っちゃってた感じでその、はい、漢字をいっぱい使うことで、はい、でなんかあんまりその韻を踏んでる感が、はい、そのラップに出てなかったみたいなでも後で俺読み返してみたらあこんな時にこんなんこれとこれで踏んでるんだみたいなのは実は発見してへえあそうなんですねだからみんながいろいろやったことを試行錯誤したことを一つずつなんかみんながまたこう、まあそうっすよね、広げて乗り越えてなんかだんだんできたスタイルだと思うよ、はいはい、なるほどなるほどないやうちらだってもうそのなんとかでなんとかだみたいなのないですからないよねスタート時点でそうもうインフムっていうのがもうスタート時点からありましたからねその頃はそのなんか単語漢字とか熟語とかで踏むのが割と主流だったけどやっぱその後どんどんその口語的ななんとかだろうとかなんとかだぜとかできるやれるとかはそんなことも普通のひらがなの終わらせるような韻の踏み方みたいなのもいっぱい出てきたからもう何でも多分何でも言えるんじゃないかなとはそうです ね今はもう何でも踏め求めば踏めますもんね、うん、確かにまあでもそういう意味じゃ今あのラップやってる若い子たちとかもまあうちらとかも含めてですけど、うん、状況としてはすごいいい状況で、うん、その音楽的にその成熟させることがさらにできるみたいなタームに来てると思うんですけどそうだね、うん
けど何言っても当時例えばオリコン3位とか、うんうん、そういうことができてたのがやっぱ KW さんたちで、今のヒップホップシーンってどう思います、はい、そういう意味でも。まああの頃はちょっとそのメジャーと関わることでメジャーも結構本気になってくれたりとか、まあ俺ら以前にもさスチャダラとかさ、はい、イーストエンドとかさ、はい、売れてたし、でまあ、その後キックザカンクルーとかも売れてたし、でなんかメジャーが関わることで結構売れたんだけど、なんかある時期からやっぱりそのヒップホップをメジャーがあんまりやらなくなって、まあ音楽業界がいろいろこうね、はいはいはい、右肩下がりだから仕方ないのかもしれないけど、それによってそのメディアでのインパクトみたいなのがやっぱりちょっと薄くというか弱くなっちゃった感じかな、はい、まあ、MTV とか、まあ、でもそれはでもヒップホップ自体が新しくてこれからなんか動き出すっていう時と、ある程度落ち着いてる時でそのまあ見られ方、外の人たちからの見られ方が変わるから、そういう部分もまだ安定期に入ったと思えばいいんだろうけど、でまあ音楽業界も変わってきて、それこそメジャーよりもインディーズとかの方がいいもの作るような時代になれば、多分だん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 ひっくり返っていくとは思うよ。なるほど、うんうんうん、なるほどな。じゃあ今その若いまあ、ラッパーとか例えば高校生ラップ選手権とか、うん、そういうのも盛り上がってて、本当に10代のラッパーとかいっぱい増えてきて、うん、でおそらく、まあ、プロのラッパーになりたいみたいな子たちもいっぱい出てくると思うんですけど、そういう子たちにもし何か言えることがあるとすれば、うん、どう、例えば今のこの日本のこの状況でじゃあプロのラッパーになりたいんですみたいな若い子に、ね、うんうん、言えることって何かありますかね。まあ、ラップって言ってもそのラップミュージックとヒップホップのラップっていうのは俺は違うと思ってて、ただラッパーになりたいだけだったらいろんな別にラップしてればいいし、でもヒップホップのいわゆるそのまあ B ボーイ的なラップがしたいと思えば、やっぱりヒップホップの過去とか歴史をいろいろ知ってた方がいいと思うのね。で俺も今ちょうどなんかあのオールドスクールの歴史みたいなのが漫画になってるやつをちょっと読んでたんだけど、ああこんなこと知らなかったってことは未だにいっぱいあるし、それを知ることで今までヒップホップがどういう風にこう生まれてどういう風にこう発展してきたものを、ここで俺たちがどういう風にこうしなきゃいけないっていうなんかアイデアも出てくると思うんだよね。なるほどですね。その漫画とか、まず欲しいな、そこ読みたい、まずそこから、ね、オールドスクールヒス、あとでなんかあの見せるよスマホで。あざす。そろそろこの番組もお別れの時間みたいな感じになってきたみたいなんですけど、もう終わり？あっという間だな。早いっすね。マジで？まあでもそんな言いつつも KW さんが最近曲も出していて、今だからアルバム作ってるんですよ。おお。でまあ今年の3月ぐらいからシングル出したりして。はい。何曲かちょこちょこっとこうリークさせたりしてるんだけど、だんだんまあもう今半分以上出来上がってきたんで、こっからちょっと大詰めに入って新しい曲を、いやもう半分、今もう出てるやつはアルバムに入る。そうだね。あ、なるほど。そうなんですね。じゃあちょっとここでハガネザテフロにもなんか頼みたいよ。おお。テフさん。パート2みたいなのねやってもいいかもしれない、ね。パート2やばいですね。お、パート2 RGTO パート2。RGTO パート2。俺が屋上からこう若いやつに吊るされるみたいな。まさかの生活指導マジうざくねえみたいな、そういう反逆が起きちゃうんだよね。あの市内追ってやりてえみたいな。パート2。いやーそれやべえ。まあじゃあちょっとそれを期待しつつも、はい、ちょっとここで曲紹介をお願いします。はい、KW シャイン3月に出した、アルバムからのファーストシングルになると思う曲です。KW シャインフィーチャリング歌丸そしてデリ、物騒な発想まだ切る、まだまだまだ